おはようございます。私はただいま小田急線の代々木上原駅に来ております。皆さん、2022年のダイヤ改正で日中に亡くなる種別ご存知でしょうか？そう、準急。この準急は日中は急行に格上げとなり、日中の運行は消滅します。準急は伊勢原まで運行している種別ですが、日中は向ヶ丘遊園駅までの運行となっています。ということで、本日はなぜ急行に格上げをされるのかを謎解きながら、準急で向ヶ丘遊園まで移動してやろうというそういう動画となります。ということで、やってきた列車小田急線の4000系に乗車します。せっかく千代田線の直通列車ですのでね、千代田線の1万6000系か E233 系の2000番台あたりに乗りたいななんて思っていたんですけれども、この列車が来た時は少しがっかり。小田急線の準急は代々木上原、下北沢、経堂、千歳船橋、祖師ヶ谷大倉、成城学園前、狛江、登戸と登戸から先の各駅に止まります。これが急行に格上げとなるわけですから、急行通過駅の千歳船橋、祖師ヶ谷大倉、狛江の利用の方は実質普通列車しか日中は利用できませんので、不便になってしまうのではないでしょうか。ということで、代々木上原を発車したところです。この日は関東地方に降雪予報が出ており、天気予報ではこの時間はギリギリ雨が降り出さないような感じだったんですけれども、結果的には雨が降り出してしまいました。準急は各駅よりは停車駅は少ないですが、急行などの優等種別よりは停車駅が多いので、左の急行線ではなく右の観光線を走行していきます。さあ、列車は下北沢に到着。この下北沢駅は2層構造の駅で、急行線は今いるこの観光線の下を走っているんですね。そう、2層構造ですので、東北沢駅の手前でですね、観光線と急行線は分かれて、急行線は観光線の下に入るようになります。さあ、そして下北沢を発車し、世田谷代田を通過し終えたところです。世田谷代田駅を通過すると地上区間へと出てまいります。さあ、トンネルを抜けると、そこは雪ではなく雨でした。さあ、準急で小田急で有名なのは朝走る通勤準急ですよね。これは登戸から代々木上原までは急行と停車駅が同じです。まあ、他の YouTuber さんも取り上げておりますが、朝の通勤準急は急行線と観光線を行ったり来たりして走行して、アクロバット的な感じで走っているんですね。まあ、ダイヤ改正でこの部分はどのようになるのでしょうか。そのまま残っていただきたいものです。さあ、間もなく経堂に到着。この撮影していた日はですね、日曜日の日中で、しかも降雪予報が関東地方に出ていることがあるのかどうなのか分かりませんけれども、大体の方が下北沢で下車し、先頭車にはこの経堂駅までではですね、私を含め3人しか乗車しておりませんでした。さあ、経堂に停車中です。この駅で2分ほど停車しておりました。急行や快速急行の追い越しがあるのかなと思って動画を撮っていたら、なんと VSE 号が通過していったんですね。いや、あと少しで引退なので撮影できてよかったです。さあ、一駅進んで千歳船橋駅に到着。反対側を快速急行が通過していっておりまして、その奥には準急の列車がおりますね。あちらは千代田線の1万6000系、こちらは小田急線の4000系です。あちらに乗りたい。さあ、間もなく成城学園前に到着するところです。この列車、乗車中の列車は成城学園前止まりなので、ここで一旦下車します。成城学園前で後から来る準急の向ヶ丘遊園に乗り換え、向ヶ丘遊園まで準急で移動してまいります。ということで、成城学園前のホームに降りました。この成城学園前止まりの列車はこの後どのようになるかというと、成城学園前にある小田急線の車庫である北見検車区へ入り、折り返し列車として運転されます。まあ、この先ちょっと今映っていないんですけれども、列車は
観光線から出ている左側の線路、つまり北見検釈へと続く線路に入り、北見検釈へと入って行きます。さあ発車していった列車を見送っております。ちょっと拡大していくと、左側の線路に列車が入っていくのが分かりますでしょうか。あちらが北見検釈へ向かう線路です。さあ成城学園前に到着した20分後ぐらいでしょうか、準急の向こうが丘遊園行きがやってまいりました。こちらは千代田線の1万6000系です。よっしゃ、さあ成城学園前を発車です。さあここのポイントを左に入っていく線路が北見検釈へと続く線路です。この左の線路ですね。まあこの北見検釈というのがですね、成城学園前のところから分岐していっているためにですね、急行や準急各駅停車でも成城学園前行きというものが設定されております。ちなみに小田急線の検釈は、他には海老名駅に隣接する海老名検釈や、唐木田駅にある北見検釈唐木田出張所、相模大野にある大野総合車両所があります。さあ今ちょうど北見検釈へ向かう線路をくぐり、北見駅を通過します。ちなみに北見検釈の動線は成城学園前なんですけれども、最寄りは北見駅だそうです。さあ列車は狛江に到着、狛江上りと終点の向こうが丘遊園と止まっていきます。さあ多摩川を渡ると上戸駅に到着。この多摩川でですね、東京都と神奈川県の県境がありまして、上戸からは先は神奈川県となるんですが、小田急線はちょっと面白いのがですね、上戸から先も町田駅まではちょくちょく東京都を走行して行きます。さあ上戸に到着です。さあ上戸を発車です。上戸の次は終点の向こうが丘遊園です。さあということで、本日はダイヤ改正で急行に格上げされてしまう準急に乗ってまいりました。この準急が発車していく横のホームにはですね、急行新松田行きが停車しているんですけれども、この急行も乗ってきた準急もガラガラでした。この急行格上げのダイヤ改正は、昨今の状況から日中はどちらの種別においても利用客数も多くないことから、まあ、準急を急行にして列車の無駄をなくそうという小田急の考えなのではないでしょうか。まあ、一部駅の方にはですね、不便な改正になってしまうかもしれませんが、感染症の影響による小田急の苦肉の策である感じもしました。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。